武田塾春のキャンペーンを始めます。期間内に体験特訓を受講してくれた方、入塾いただいた方に参考書を1冊プレゼントいたします。詳細は概要欄から。皆さんこんにちは、武田塾の高田です。清水です。今回のテーマは大岩の一番初めの英文法卒業試験。大岩の一番初めの英文法を今やってる人が、はい、じゃあ本当に身についてるのかをこの動画を通して試してもらったりとか、うん、ネクステージやヴィンテージ、英文ポポラリスとか文法の本やってる子が、はい、大岩レベルの、まあ、簡単と言われてる英文法の基礎知識をちゃんと持った状態で勉強を進めてるのかどうか、この動画を通して自分の実力をね判定してもらおうと。大岩必要って判定された人は大岩ちゃんとやり直してほしいし、正しいやり方で勉強してほしいなと思っております。1問目、形容詞と副詞についてそれぞれ説明してください。2問目、自動詞と他動詞についてそれぞれ説明してください。3問目、第2文型、第4文型、第5文型の特徴をそれぞれ説明してください。4問目、大過去という言葉の意味とそれを英語で表現する時の形を説明してください。5問目、原型不定詞について説明してください。6問目、分子とは何か説明してください。7問目、分子構文の作り方を説明してください。8問目、関係代名詞と関係副詞をどう使い分けるか説明してください。こんな時は関係代名詞のフィッチを使う、こんな時は関係副詞のウェアを使うなどと区別するポイントを、説明してください。でラスト9問目ですね、仮定法について、現在のもしも話、過去のもしも話、未来のもしも話についてそれぞれ文の形を、どう書くか説明してください。はい、以上になります。はい、答え合わせが自分でできるように、このね問題文と一緒に大岩の英文法の何ページにこの答えが書いてあるかっていうのも載せておきました。大岩の英文法持ってる人はそれを確認しながら自分で答え合わせをしてみてください。これみんなどうすかね、説明できてますかね。そうですね、これ実際受験相談とかでも全く同じ質問結構すること多いんですよ。最初の今どれぐらい文法やってるかとか、やってるものの仕上がりを確認するために、ね、半分以上の子これ答えられない質問多いんですよ。で結構大岩のいいところって、はい、とは何かとか、これとこれと違いってそもそも何みたいな話が多いじゃないですか。でこういうのってネクストヴィンテージスクランブルとかでいきなりやっちゃって、解けはするけど本質的にはあまり理解できてないっていう人にすっごい刺さるんですよ。今後の英語の勉強に響く部分だと思うんですよね。そうなんですよ、ネクステージやヴィンテージもやってて一応答えは当たるけど本当の意味で理解はしてないと思うんですよね、はい、これがちゃんと分かってないと、うん、でそういう人はいわゆる文法問題で苦労したりとか、うん、解釈の精度がいまいちだったりとか、うん、っていうところにつながってくるんで、進学校の子とかでもやってもらうのは割とおすすめですね。そんなに時間かかるものじゃないので、ここを挟んでから王道の問題集に入っていくと、結構同じ時間を文法にかけても仕上がりに相当差が出るかなと思ってます。今テストした9個中2ミス以上かな。そうですね、2ミス以上の子は大岩の英文法をやり直し、はい、もう正直全問正解できてほしい、はい、全問ね。大岩の英文法で僕言うのは、はい、もう知らないことあったらまずいぐらいのつもりでやってねって言うんですよ、うん、問題が解ける解けないじゃなくて、うん、書いてある情報すべてを自分の頭の中インプットして、自分より英語苦手な人に説明できるぐらいな力をちゃんとつけてきてねっていう話よくしてますね。お茶の水本校の慶応理工に通っている先生も、受験生の時これやっとけばよかったと言ってました。僕も受験生の時にやっとけばよかったと思いましたね、うん、付け加えるなら、はい、大岩の英文法のおすすめの勉強法があって、はい、参考書閉じて言えるかチェックっていうのをやってほしくて、うん、はい、じゃあ例えば1ページ分読むじゃないですか。で1ページ分読んだら、その後参考書を閉じて書いてあった内容を思い出しながら言うっていう練習、うんうん、まあ、セルフレクチャーっていうかね、はい、自分で自分に授業をするみたいな、教えるみたいな、読んで閉じて言う、読んで閉じて言うっていうのを繰り返していけば、おのずと理解はめちゃくちゃ深まりますね、はい、問題解けるだけじゃなくてね。そうなんです、ただ目で追って読んで、頭の中忘れて終わりにならないように、その自分で言えるかチェックまでやってほしいですね、はい、例文がそれぞれありますカラフルについてるじゃないですか、はい、あの例文を単元ごとに自分で作れるかどうかっていうのもチェックしてもらうと、さらに精度上がるかなと思ってます、うん、理解度深まりますね、はい、英文法本当に今回テストした内容というのは基礎基本の部分になりますと。これ死なないまま大学受験の英語って結構しんどいです。今回のテストを通してやばいなと思った人は、大岩の一番初めの英文法戻ってしっかり復習をしてください。今聞いたようなことはちゃんと言えるよって状態になってから、本格的な文法の問題集ネクステージやポラリスとかに挑んでもらえたらいいんじゃないかなと思ってます、はい、今回は以上です。武田塾では受験相談を全校舎で受け付けております。校舎でもオンラインでも対応してます。詳しくは概要欄から。